とりあえず徳沢に行ってみよう。はい、まもなく着きます。あと10秒ぐらい。あ、疲れた。理由が可愛い。ありがとうございます。砂が全然出てこん。あれ登らなかんのか。1870m。よいしょ。気づけばいけん。カレーと何食えんのか。冷やし中華、冷やし中華もいいな。カレー、インディアンランチいいな。迷うな。はい、着きましたね。電車、ね、これここのフラットのとこにしておきます。お店トイレから近い、ね、どうしようかな。ただ立ててから考えますよ、いろいろと。はい、例のごとく、テントを張りたいと思います。はい、だりーは毎日寝床作るのにこう10分ぐらいこう時間費やすってなかなかないですよね。あ、ちょっとゆっくりしたいな。まあ、ゆっくりテント立ててからやな。立ててからがインディアンセットかな。この名物、うん、食べましょうか。1500円、ね、食べましょう。ようよう考えたらでもあれやな、1500円で町のカレー屋さんでも1500円ぐらいね、するとこするから、お買い得っちゃお買い得なんかな。まあそんな話はさておいて、立てましょう。はい、あれから10分経過しました。テント立てれない秒っすね。さっきから全然変わっておりません。もう疲れたんでね、疲れたらテント立てれない病になるんですよね。立てすぎてももうええやいう感じですわ。っていうところでね、しばらく、病状が回復するまで、待ってみたいと思います。はい、常年だけと違ってね、お天所なんで、めちゃくちゃペグダウンしやすいです。はい、いいですね。はい、今からカレー食べたいと思います。はい、よし。このインディアンランチ、インディアンランチは12時間から13時45分まで出ますね。いつもですね、疲れた時にはコカ・コーラですね。はい、カレーの前にいただきます。はい、出ました、ね、これがインディアンセット1500円。あ、チャイもあってフルーツポンチもある。でなんとライスとカレー選び放題1500円。さすが円山荘グループ。ランチもおしゃれ。いただきます。はい、チキンとね、キーマとグリーンで、ね、選べるみたいなんですけどね。僕はキーマを選びました。いただきます。うん。これは美味しい。なんか町のカレー屋さんの味してる。うん。ああ、あとで深みがきますね。これ値打ちありますね、1500円。町でもこれ1500円あるんじゃないですか、下手したら、ね、美味しいです、はい。こちらグリーンですね、この仕組み。グリーンもうまそうやな。本格的な色をしています。いや、食レポできんすよ。いや、まあ、一応やってみよう。もしくはグリーンカレー食べます。あ、うまうまい。うまいっすね。あ、でも初めて食べますね。グリーンカレー自体が。グリーンカレー自体が。時間が。それ初体験やった。それが分かんないですね。よく分かんない。でもうまいです、うまいです。うまい、うまい、よかったよかった。よかった。グリーンカレー。じゃあぜひ町のグリーンカレーの。次は
町のグリーンカレーの食レポが気になります。以上です。お天所だけのテントが、なぜか平日のおしゃれさん多いですし、果たして取れるんでしょうか。そのまま全員断られるんでしょうか。どっちでしょうか。とりあえず飯食った山頂行って頑張ってみます。はいはい、今からですね、山頂行きます。はい、今日存分に仕事しましたんでね、めちゃくちゃ仕事しましたね。お天所でおしゃれな人たちばっかりですね。お天所大天草か、大天草はおしゃれな人ばっかりですね。はい、というところで今から山頂行きたいと思います。なんか30分ぐらい、山頂まで何分やったっけ、30分やったっけ、30分ぐらいなんで、はい、サコシと水手持ちで30分ぐらいなんで、それで行きましょう。もうアタックザックいらないでしょ。はい、超近いのが嬉しいわ。こんにちは。あ、もうあっこに円山荘見えるじゃないですかね。つば九郎の先っぽも見えて、明日はあれに行くんか、3時間半いいな。明日の目標がくっきり見えていいですね。さあ、あ、伝承岳の山頂、はい、着きました。2922、あ、もうちょっとで3000なんや。はい、生まれて初めて大天所岳山頂に着きました。すげえな。ちょっと写真でも撮るか。多分ね、槍が近いっていうのがいいよね。はい、明日の円山荘までのシミュレーションです。基本平地っぽいんで、アップダウンもそこまでなさそうなんで、勝てるかな、どうか分かりませんけど、明日頑張りたいと思います。山頂の山小屋の裏に新宮馬の花が咲き乱れております。咲き乱れてるってことじゃないけど咲いております。はい、今悲しいことが起きました。このね、500円の氷結を、ね、私落としてしまいまして、じゃあ穴が開いてこの氷結がプシューって出るというね、プシューって出た瞬間こう吸ったんはいいんですけど、マスク吸ってるとかマスクが中杯まみれになると、でそれ取ってこうするっていうね、これね、こういうことは下界で起こってくれと、この500円の氷結ではやめてくれ、ね、でもう炭酸の切れた半分になった氷結、まあ、最初ビールかな見たかったな、この氷結は2番手やいう話なんですけど、まあ、そのいきなり氷結から飲みたいと思います。でマスクが氷結まみれ、はい、こう散々なことになっております。はじめまして、乾杯っす。乾杯っす。お疲れ様で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 す。はい、ファッションチェックとね、お宅訪問を協力していただいた方とね、急遽飲み会になりました。ありがとうございます。とんでもないです。美味しくいただいてます。あ、大丈夫か、槍バックで、あ、槍こう見えますね、槍を見ながら酒を飲むっていうのがね、この時間に見えるのね、いいですね、あ、いいですね、ほんま他ね、やっぱ奥方なんかかかっちゃってますけどね、うん、あ、やべえな。てっちゃんの車ついたら僕の中央でちょっとチャラになってきました。
こんな試着で、はい、こんなに飲んだら絶対ベロベロになるけど。あー確かに。なんで酔わないんだろう。あ、そうなんですね。今何杯飲んでますか現在。これ6本目ですね。あ、6本目ですか。あ、そうですね。6本目とあと日本酒を、あの大石鹸を1個飲んでます。あ、でもベロベロになるじゃないですか。でもいつもはベロベロですけど、今日はなぜかなって。今日っていうか山にいる時ってならないんですよね。あ、なんだろう、何でしょう、本能が何かあるかもしれないんで。何かあるかもしれない、うん、危険なことがあるかも。大自然やからこう身を守ってるんじゃないですかね。家やったら別にすぐ寝て寝落ちするじゃないですか。やばいから。山なんか、まあもし何かあったら自然やからね。この下山する気なんですかねいや下山もあるしっていうのもあるかもしれないですね、自然と。確かに、うん、はい。ね、今チューハイ500円、ビール600円、何飲んでるんですけどね。結局ね、これね、ウイスキーでお湯割りした方がね、コスパがいいっていうことが分かりました。この違い、これ1000円ですね。これ買った方がいいってことが分かりましたんで、これでお湯割りするのをお勧めします。はい。で、あと、ごめんなさい、お得情報ですね。ここの、台のトイレはね、便座の拭く、あるじゃないですか、都会で言われる、シュッシュってやって、こう、消毒液が出て、それで便座を拭くやつあるじゃないですか。ね、他の、今までのところはなかったんですけど、ここはそれあります。はい。便座がきれいになりますので、はい。参考までに聞いていただけたらと思います。はい。こんな感じで暗くなったんで、キャリーザさんのね、あるあるをやりたいと思います。キャリーザさん。ゴーシ君の明るい。なんで明るいやつなの？実用的派。なんですか、俺が全部言ったの。そうそうそう。実用的、俺も実用的派。白。こっちは。雰囲気派。雰囲気派。ソロだけど雰囲気派。大事ですね。大事。何があるか分からないから。何があるか分からない。何があるか分からない。今日はたまたま若者の男とこのおっさんなんですけど、これが女子だと何があるか分からない。分からない。でもまだ10年間何もない。10年間何もないけどね。こんなとこで案外言わさん。案外もう岩さん撮ってください、こんなところで。何が残るか分からないので雰囲気派ですか。雰囲気派。いいですね。何が起こるか分からないから雰囲気派。雰囲気派。素晴らしい。ね。ということです。今日出会った篠さんがおすすめする。イカ服の天かす。天かす。これうまいです。イカ天入り。イカ天入りね。うん、味がある。味してね。当てにもなるし。そう。うどんにも入れるし、ご飯にも入れるっていうね。この多様度なの。でしっかりジップロックもついてるんでね。あ、これすごい優秀ですね、天かすって、うん、あ、 ありがとうございます。はい、おはようございます。朝からね、すげえ風です。すごい風。あ、テント撤収がだるそうやなっていう話ですね。あ、今日はなんか向こうからは天候が荒れるみたいなんで、ちょっとめんどくせえなっていうところですね。ちょっとつまぐだけでファッションチェックしたいなと。まあつまぐだけで山があるファッションチェックをねするために来たみたいな。この最終日にあれで天候が荒れるちょっとあれですよね。でまあでも昨日ね、天職ですごいおしゃれハイカーたちが買い取れたんで、いっぱい取れたんで、まあまあいいんですけど、まあまあまあちょっとつばくのね、山ガールも取りたいっすよね。こんな感じ、今のところはこんな感じで、朝日が出そうな感じになっております。おはようございます。今7時20分ですね。今から円山荘を目指して、頑張りたいと思います。はい。しかしね、今日は風が圧倒的にきついんでね、ちょっとなかなか大変な参考になると思いますけども、まあちょっとね、頑張っていきましょう。そんなね、今日はしんどい工程じゃないんで、なんかまあまあさっさ行って向こうでいろいろ取材しなきゃいけないと思いますね。はい、今見えるかな、インザンソー。ちょうどガス捨てて見えないですね。はい、見えないネタ。あー、ガス捨てて見えんわ。まあ、とりあえず行ってきます。
なり遥か向こうです。はい、あそこまでなかなか円山荘まで遠いなぁ思いながらも、こんな感じでね、まだほぼ平地なんでね、早に帰って早着くと思います。はい、ちょっと頑張ってみます。距離を稼いだのか、だいぶ円山荘が近づきました。はい、今ね、ずっとこのロックステッパーズで買ったティラックのジャケットと、サンガスタンドで買ったアクシーズクイーン、オクタカーディアンですね、とでスマートウールに、あとファイントラックのスキーメッシュ、着てるんですけども、アップダウン激しいんですけどね、ずっとオクタが活躍してるのかで、風がきつい時はティラックが防いでくれてるのか、アップダウン激しくてもずっとこのままです。気温何度や、気温 17.8 度、湿度 82%。 はい、このね、前後この上下フルジップを全開にしたらね、結構ずっとこのままで脱いだり着たりせずに行きますね。はい、奥田のね、結構こういう重装の時にはね、すごい役立ちそうですね。アップダウン激しい重装で、で風きつい時はまたこれでゴアテックスでガードするって感じで、はい、今買ってよかったと思ってます。ゴーシ君何食べる？山頂着いたら、山頂円山荘着いたら、聞こえてへんわ。何食べる？円山荘着いたら、ついて考えます。あ、メニューがわからない。ランチをメニューがわからない、はい、なるほど。僕カツカレー行きます。カツカレー宣言、カツカレーあったと思う、確か。はい、見える？もう5回連続ぐらい行ってます。今日は火曜日、今日水曜日、水曜日か、水曜日は売り切れがないかもしれないですね。そう、分からん、何曜日か分からんけど、今日は多分品、5回も物資運んでたら品切れ、残存に品切れはなさそうですね。この崩れそうな、はい、延々と登ります。現在高太郎、ドライレイヤー、ウールのベースレイヤー、オクタ、オクタのフリースで、ゴアテックス、一方ゴーシ君タンクトップ1枚寒ない？いや、ちょうどいいですね。ちょうどいい、はい、これ同じ部屋でクーラー効かしたら揉めるパターン絶対に揉めるパターンですね。はい、すごい。じゃあそんな感じで行きます。あ、ツバクロ岳、何キロ？あと3キロもあんの？半分ぐらい。3キロでもあれや、平地の3キロやからな、言うてる前やな。あ、もうだいぶ向こうにある前のお天井が、 あと1時間ぐらいかな、もうちょっとで着きます。さっきまで円山荘3キロって書いてあって、まだまだやな思ったけど、もう 1.2 キロ平地がすごい効いてますね。はい、相変わらず風がすごいです。槍ヶ岳側に行くと、えげつない風が減って、で、反対側に行くと、風が止む、これの繰り返しですね。ここに来て無風ゾーン、これはありがたい。風がなくなったけど、こっちから吹いてる。
あとちょっと下って登って円山荘。こうして見るとおしゃれな建物やな。で、ここにつば九郎があると。ちょっと行きましょうか。なんじゃ。はい、もうちょっとで円山荘です。で、あそこに見えるのが燕岳ですね。円山荘から30分ぐらいかな、1時間かどっちか忘れましたけど、まあちょうどよく近いです。円山荘の最後の登りです。きつい。ショートカットしたいな。大回りしながらね。かっこいいな。綺麗な燕岳。はい、僕はカツカレー1400円。このシンプルなね、カツカレー、生でこういうのが食べられるのは非常にありがたいですね。すごくガスガスなのが困ったものやで、これ。とりあえずね、3回目の燕岳行きましょうか。着きました、燕岳山頂頂上2763。位置は安定しているんで降りやすいですね。はい、さすが初心者、北アルプス初心者の山、燕岳っていう感じです。